はい、えー、皆さんこんにちは。えー、レックス専任講師の吉澤敦史です、えー。吉澤敦史の5分で納得、一足ガチ講義第51回、えー、憲法1回目ですね、えー、始めたいと思います、えー。今日の一足はこちら。はい、えー、読んでみます。裁判所が、表現内容が真実でないことが明白な出版物について、その後半により、名誉侵害の被害者が重大かつ著しく回復困難な損害を被る恐れがある場合に、 仮処分による出版物の事前差し止めを行ったとしても憲法に違反しない。はい丸かばつかつ正語判断どうぞ はい、答えは、丸でございます。憲法に違反いたしません。こちら、平成15年第1問の第3話でございます。北方ジャーナル事件に関する判例の知識を問う問題でございます。で、この北方ジャーナル事件のですね概要、簡単に述べておきますと、都道府県知事選挙、 まあそこに今出場予定のものがですね雑誌の中で誹謗中傷されでまたあその私生活がですね客色を加えた上で報じられようとしていることを知って裁判所に対してその雑誌の出版差し止めを求めた事件ですでこの事件における問題点は二つありますまず一つ目はですね裁判所による事前差し止めが鍵ギ括弧検閲 ですね、検閲にあたり許されないのではないかという点ですけれども、まあ、この点に関しましてはですね判例の示した検閲概念、まあ、検閲の定義ですよねからすると検閲には当たらないことになりますねえなぜなら判例の示した検閲の定義によりますと検閲の主体は行政権に限定されるからですねで今回の主体は裁判所でございます司法権です したがって検閲にには当たらなないいととうことになりますで次この事例における問題点の2つ目ですけれども、まあ、検閲に当たらないとしてもですね表現行為に対する事前抑制であることに変わりはないので表現の自由ですねこちらの侵害にあたって許されないのではないかという点ですけれどもこの点について北方ジャーナル受験の判例はこのように述べております。 まず原則論としてですね、まず原則論として、表現行為が公務員、または公職選挙の候補者に対する評価等に関するものである場合にはですね、当該表現行為に対する事前差し止めは原則として許されないと述べております。表現の自由を重視する姿勢が伺えます。まあ、特に公職選挙の候補者、 に対する評価等についてはより広く国民一般に情報を与える必要性もありますのでねただこの判例はですね例外的に事前差し止めが許される場合があると述べております例外的に事前差し止めが許される場合はいその要件は2つでございます まあ各自この辺ねテキスト等に戻って確認しておいていただきたい部分でもありますけれどもまず要件の一つ目いきます表現内容が真実でないことが明白またはもっぱら公益を図ることが目的でないことが明白であることもう一度言いますと表現内容が真実でないことが明白またはまたは いいいですねはい、もっぱら攻撃を図ることが目的でないことが明白これが1つ目の要件ですねで2つ目の要件が、はい、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る恐れがあることはい以上2つの要件を満たせば例外的に事前差し止めが許されると北方ジャーナル事件の判例は言っておりますで本文に戻るとですね2つとも満たしておりますね まず1行目ですね表現内容がはいそして3行目の途中からですけれども被害者が重大かつ著しく回復困難な損害を被る恐れがあるとありますのでね以上例外的に事前差し止めが許されるための要件2つとも満たしておりますので今回のこの足の ケースにおいてはですね事前差し止めは許される。すなわち憲法には違反しない、えー、ということになります。はい、えー、以上、憲法1回目でした。